バリー・ラーキンは遊撃手として最多の9回シルバースラッガー賞を受賞している。シルバースラッガー賞はナショナルリーグ・アメリカンリーグの各リーグからその年のシーズンで最も打撃に優れていた選手が各ポジション1人ずつ計9人が各チームの監督、コーチの投票によって選出される。指名打者制を採用しているアメリカンリーグは投手の代わりに指名打者が選ばれる。 1980年、ケンタッキー州、ルイビルのバットメーカーであるヒラリッチブラズビー社が表彰を始める。名称は、自社商品である、ルイビルスラッガーから取られた。受賞者に贈られるトロフィーは高さ3フィートである。遊撃手としてのシルバースラッガー賞の受賞回数は、バリー・ラーキンの9回が最多である。 アメリカ野球殿堂入りのカルリップ剣は1983年から1994年にかけて遊撃手として8回受賞している。アレックス・ロドリゲスはヤンキー追跡後の2004年に3塁へ転校するまでに7回遊撃手として受賞しており、3塁手として3回受賞している。遊撃手として5回受賞している選手はデレクジーターのみで、 三回受賞している選手は、エドガー・レンテゲアとアラン・トランメルの2選手である。アレックス・ロドリゲスは、打率、358、超打率、631、出塁率、420.57本塁打など、シルバースラッガー賞受賞年の遊撃手として様々なシーズン記録を受立している。打点は、ミゲル・テオハダの150打点が、 遊撃手のシルバースラッガー賞受賞年の選手として最多である。ナショナルリーグのシルバースラッガー賞受賞年の遊撃手としてのシーズン記録は打率と出塁率はバリー・ラー・キン、本塁打と超打率はリッチ・オーリリア、打点はハンリー・ラミレスである。デレクジーターは2006年から4年連続で受賞している2004年、2005年の受賞者、ミゲル・テハダ2008年、 2009年の受賞者、ハンリー・ラミレス2007年の受賞者、ジミー・ロリンズ、ありがとうございます。